どうも、あいす。今回はタイトルにもありますように、コロナのワクチン接種の流れっていうところを、ちょっと調べてきたものをね、まとめて喋らせていただこうと思っております。で、本編に入る前に、なんで今回この動画を撮ってるのかっていうのを少し簡単にね、説明させてください。あの、実はですね、このチャンネル、まあ学生がね、見てくれてるチャンネルなので、主に今見てくれてるのも学生の方が多いと思うんです。 でも、実際さ、今日本でワクチン接種行われてるのは知ってるじゃん。きっとニュースで見てるから。でも、ワクチンをじゃあ実際受けようと思ったら、どうやって受けることができるのかとか、今ね、その対象者でどうなってるのかとか、ワクチンの種類って日本どれ打ってんのとかって、意外と知らないことあると思うんですよね。で、恥ずかしい話、今回この動画撮ろうと思ってね、厚生労働省のサイトをわーって見てまとめてきたんですけど、自分も知らないこといっぱいあって、やっぱ無知って良くないなって。 でも、みんなが知らないのは、実は仕方ないと思う。なんでかっていうと、だって対象じゃないんだもん。これをまあ見てくださって多分保護者の方もいらっしゃると思うんですよね。でも保護者の方も対象じゃないんですよ。まあ、多分保護者の方は、皆さんのご両親が対象になってるかもしれないんで、まあ、詳しい方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でも、なんで今回ね、学生向けなのにこれを取ってるかっていうと、じと他人事にしてほしくないなって。だって、いつか対象になる。みんなも打つ日が来る。 で、その時に、あ、やっと来たんだ。じゃあ今から調べようっていうよりも、今日本で何歳以上の方がどういう流れでワクチンの接種を受けているのかっていうのを知っておくのって、なんかみ,みんなでっていうけどもあれですけど、コロナと戦っていくというかコロナをね、こう、こう抑えていくっていう時には、やっぱ他人事っていう気持ちよりも当事者意識を持ってほしいなと思って動画を撮っております。今、まあ、自己満足なんですけど、まあまあ、ぜひね、最後までお付き合いください。 では、前置きが長くなったんですが、まあ、今回主な流れとしては、まずワクチン接種の流れでどうやって受けるのっていうところ。あと今、対象者がどうなってるのかっていうのと、まあ、ワクチンの種類もね、ぜひ知ってもらって、今、まあ、この3つを押さえていただけたらと思っております。で、実際に先話しておくと、今、<い>今、メイドターゲットというか、ワクチンを打つことができるのは、まず最初、医療従事者です。ね、あとお医者さんとか看護師さんとかが最初に来てて、今こっちにも来てます。高齢者。 で、高齢者っていうのは65歳以上。で、一応サイトに書いてあったのが、えー、昭和32年4月1日よりも前に生まれた方。誕生日がね。昭和32年の4月1日以前に生まれた方が対象だそうです。高齢者。いいかな。だからもしかしたらみんなのおじいちゃんおばあちゃんね、対象になっている方多いと思うので、 で、あ、そうそう。あの、行ったり来たりになっちゃうんですけど、今回これね、ワクチン接種の流れ調べてた時に、思ったことがある。これは、おじいちゃんおばあちゃんが、一人で全部これやるの、なかなか厳しいと。特にここ。会場調べるのと予約の仕方。ネットガンガン使うからさ、これ。なので、もしね、みんなが、まあ、一緒に住んでなくてもさ、おじいちゃんおばあちゃんとかと連絡取れるんだったら、ちょっとなんか助けてほしいなって。いや、みんなが絶対ここできるから。ここ。 デジタル。使えるからさ、みんなはね。まあ、この YouTube 見てるぐらいだから。と思ってね、まあ、もしよかったらね、その、まあ、身近な方というか、おじいちゃんおばあちゃんの手助けをね、してもらえたら嬉しいなと思うんですけども、まず、スタートはここです。接種券。まあ、えっと、クーポン券って言い方もされるんですけど、ワクチンを接種、ね、接種するための券が、これは申請するんじゃなくて、届きます。勝手に。市町村から送られてくる。で、えっと、65歳以上の対象の方は、絶対送られてるはず。もうすでに。 で、送られていて、これをまず使います。いいかな。申請はない。今、今の段階は送られてくると。で、なくしてしまった場合とか、あとはまあみんながね、実際対象になった時も覚えててほしいんですけど、引っ越しした場合、つまり接種券を送られてきたのが引っ越し前で、送られてから引っ越した場合は、引っ越した後の市町村でもう一回もらわなきゃいけないよ。だから再発行が必要になります。 で、なくした場合も、引っ越した場合も再発行できます。で、再発行をサイト、えっと、リンクは全部、全部これリンクいっぱいあるんですけど、リンクはあの概要欄とかに、だってコメント欄の固定にも貼っておきますので、ちょっと下をね、画面ガーって下に下げてもらえると出てきますので、見てみてください。で、そこのリンクで申請すれば OK と。ただ、えっと、ネット上で申請できるところと、ネットを対応してない市町村もあるそうなので、してないところは電話対応に。 なりますので、ただ、なくしたとしなくしたり、引っ越しした場合でも、再発行はできる。っていうことは覚えておいてください。だから、まず一つね、送られてきましたと。ね、おじいちゃんおばあちゃんのところに接種券来ましたと。そしたら、次、会場を調べますえ。えまあもちろん、そこで、受ける受けないの意思判断はあるよ。全員が全員絶対受けなきゃいけないってものではないと思う。もちろん任意だからね、今は。だけど、まあ受けるとなった時に会場を調べると。で、この調べ方が、厚生労働省のサイトにまとまってます。 で、今自分を見てきました。見てきた。で、一個ちょっと画面だけ出しますね。これは実際に調べた後のものなんですけど、えっ、ー、と、まず都道府県一覧になってるので、クリックします。ぜひあのね、みんなもサイトのリンク飛んでみてください。下に貼ってあるから。ポチってすると、都道府県わーってなってるんで、自分の都道府県押しますと。俺だったら群馬県ね。群馬県ポチってすると、市町村わー出てきます。だから俺だったら高崎に住んでるんで、高崎市ポチってするんですよ。そうすると今これ画面パン出てるかもしれないんですけど、 高崎市で打て撃つことができる会場がわーって一覧出てきます。で、ちなみに高崎は普通の民間の、えっ、ー、と、医療機関というか、ほにゃらら病院みたいな場所でも撃てるんですよで。それも初めて知ったんですけど。で、11カ所あった、高崎は。ですけど、俺群馬県の明和町っていう場所で生まれ、あ生まれは違う。育ったんですよね。田舎なんですよ、めちゃくちゃ。で今自分、両親はそこに住んでるんですけど、例えば明和とかで調べるとないんですよ、会場が。 だから、実際にその場所を調べて、あ、ここの病院でも打てるんだっていうところと、一個も出てこないところもいっぱいあると思います。だからそのまず状況を知ってほしい。だからみんなのね、おじいちゃんおばあちゃんが住んでるところの市町村を調べてみると。そしたら、ああ、結構いっぱいあるんだなっていうところもあれば、あれ何もないみたいな。っていうこともあるので、その現状をぜひね、知っておいてください。もちろん、みんながね、いずれ対象になった時にはもっとね、 こう、いろんなところで打てるようになってるかもしれないし、あとは、そういうね、個々の病院で打つんじゃなくて、集団接種。これ書いておこうかな。えー、っと。多分これニュースとかでね、見たことあると思うんですけど、集団でまあ、接種する。そのままでね。打つと。 東京とかは結構会場がね、今できてますけど、これも結構あるそうです。ちょっと全部は知らないので、みんなのね、都道府県はわからないんですけど、例えば細かいのは書いてない。このなんとか病院って出てこないんだけども、近くの集団接種できる会場があるから、そこで打つことができるみたいな。まあ、そんな感じでぜひ調べてみてください。サイトの方でね。そしたら、じゃあここで打とうと決めたら次予約です。予約。で、これも主にネット。で、インターネットの予約が受け付けてないところは電話。まあ、両方使います。両方。 でも、まあ、電話だったらね、まだ行けますけど、こっちを、普段インターネットを全然使ってないおじいちゃんおばあちゃんが一人でやるのは、いや、なかなか難しい、と思うんですよね。見ててやっぱ厳しいやろうなと思って。だから、こういうとこでもね、みんなの力を貸してあげられると、おじいちゃんおばあちゃんは安心するだろうし、まあ、嬉しいだろうしね、まず気にかけてくれるのも。なので、まあ、こういう流れになってるんだと思ってください。 で、予約をしたら、あとは当日、その予約した日時、何、何月何日の何時からっていうところに行って、実際に接種してもらうと。で、接種する時の注意することがあって、まず服装ですね。すごい簡単、簡単っていうかシンプルなことなんですけど、まあ、えっと、筋肉注射になるので、打つ場所がここですね、この辺。 になるはずだからここの袖今自分長袖着ちゃってますけど多分こういうの着てっちゃダメですまくれないからここでそのまくれなくて脱ぐ手間とかでそんなんで時間取っちゃうと回らないじゃんやっぱりその打つ方の方もさどんどん回さないといけないからそういう服装その袖がまくりやすい格好そのここのこの部分が出しやすい服装でまず行くっていうところあとは体温ですねまあ当然ですけど37度5かな これ以上ある場合は打つことができません、当日。なので、その体調の部分も気をつけてということにはなります。でですね、まあこっちにも関わってくる話なんですけど、先に結論から言うと、今、日本で打つワクチンの接種の回数は2回です。いいですか打つのは2回打ちます。なので、こう会場を調べて予約して打ちますよね。 接種した後に、もう一回、次の期間が来たら、もう一回予約して、もう一回接種します。ここは二回ループします。ちなみに、一回目と二回目、開けるのは、3週間です。今の日本の使っているワクチンはね。3週間開けて、だから21日。で、開けすぎない。 開きすぎない。極力21に揃えて受けるようにしてくださいってのは書いてあるので、まあ、ぜひこれも覚えてください。1回じゃダメなんです。2回なんです。1回打ったら21日後にもう1回打つと。でやり、やり方は一緒なんでね。これでやることができますと。これがワクチンを接種する流れになります。で、もちろんここで動画切ってもらっても構わないです。十分です。十分。ですけど、一応まあ対象者とかワクチンの種類っていうのもちょっと知っててほしいなと。 思いますので、まだね、お付き合いいただける方はぜひこの後も見てみてください。で、さっきも話しましたけど、そのワクチンの対象者スタートは医療従事者です。医療従事者ね。で、ここがね、2月17からかな。えっと、ワクチンの接種が始まったのが。2月の17から始まりました。で、ここの対象者が、えっと、480万人と言われてます。で、ここは確かパーセンテージ結構進んだんだよね。割と、えー、パーセンテージ、あと、ワクチンの接種が進んでいると。 で、今、高齢者が始まって、高齢者がね、4月12日から、から始まりました。だからまあ、1ヶ月ぐらいだね。始まったんですけど、で、ここが進んでない。今、問題になってるんだよね。で、対象が、ざっくり3600万人と言われてます。で、ここが進んでいないと。で、一応ね、流れがあって、あと2段階あります。で、次は何かっていうと、まず、ここの高齢者、おっと、感情を間違えました。 えっと、施設に勤めてる方、まあ、老人ホームとかね、高齢者施設に勤めてらっしゃる方、あとは、もともと、えっ、ー、と、疾患、基礎疾患だね。病気を患ってる方、まあ、病気によっては打つことできないものもあるんですけど、基礎疾患を抱えている方が次の対象。そして、その後に、その他となってます。その他。だからや、見てくれてるみんなもそうだし、俺もそうだし、保護者の方もそうなんだけど、ここなんですよ、対象が。 だから随分先になります。でも、先ですけど、いずれ来ます。いずれ来る。ただ、現状ワクチンは今16歳以上が対象です。すいません。もしね、今回、えっと、厚生労働省のやつでいっぱい見てきたんですけど、もし間違ってこと言ってたら、あの、コメント欄とかで指摘して,てください。自分のコメント欄とかで訂正書きますので、以上調べてきたのは16歳以上となっております。だからもしかしたらね、中学生とかまだ関係ないじゃんと思うかもしれないですけど、いずれ関係してくるから。いいかな。 となっておりますと。まあ、こんな、ごめんなさい。こんな流れね。順序としては。で、最後にワクチンの種類ですね。で、おそらく聞いたことあると思うんですよ。ニュース見てると。ファイザー。ファイザー社ね。会社ね。ファイザーっていう会社が作ったのと、アストラゼネカと、まあ、モデルナって3つ書いたんです。で、もちろん他もあります。世界で言うと。他もあるんですけど、今回3つ書いた理由は、まず、 まず日本で今承認されているつまりワクチンとして使っていいですよって言ってるの実は1社だけです1社それがファイザーですだから日本は今これしか打てないこれだけファイザー社のワクチンを打ってますでこのファイザー社の開発したワクチンが2回打ちましょう1回目と3週間空けて打ってくださいねってものなのでこうなってる で、アストラゼネカとモデルナをなんで書いたかっていうと、この二つ、今日本で申請されてます。ただ、もしかしたら、この先承認されて、打てるようになるかもしれない。で、ちなみに、この辺は、えっ、ー、と、三週間っていう、開ける期間が変わります。 だから、今回、今、この動画の時点では3週間って言い切ってるんだけど、みんなが実際対象になった時、あれなんかあの男3週間って言ってたけど、私違うんだけど、みたいな方が怒るかもしれない。それは、打ってる会社によって違うんです。違う。だけども、今、日本の現状としてはファイザー。これだけしか承認されていないので、っていう状況。だから、 まあ、一応言ったんだよね。ちゃんとあって安全性を考慮しないといけないからさ。だから今、ファイザーしか使えないんですけど、アストラゼネカとかモデルナが OK になれば、当然、こう入ってくる。日本に支給されるワクチンの量は増える。絶対的に。もちろん今、打つ人が足りないとか環境もあるから、そんな一気にね、そのいっぱい、コロナで動かせワクチンが入ってきたから、打てる人がいっぱい増えますよっていう状況にはならないんだけれども、でもまあ、承認が増えた方がいいんだと思う。この先は。もちろん安全性は担保した上でね。 っってていいう状況になっておりますはい、ということで駆け足になりましたが、まあ、少しでもねこのなんか喋ったことで、まあ、覚えてていただけると嬉しいなと思いますで途中で話した例えば、えっと、再発行の部分とか、まあ、特にここだねここはねちょっと学生のみんな一回見てほしい会場を調べるリンク貼っておきますこの調べてみてみんなの住んでる都道府県だけでもいいねみんなおじいちゃんおばあちゃんの都道府県だけでもいい調べてもらってあこんな会場があるんだとかうちの近所全くないんだけどとか ないと思ったら、実は集団接種が予定されてるとかね、わからないんだけれども、まあそういった状況にありますので、ぜひぜひ、まあこんな状況なんだと。今日今、5月20日に撮ってるんですけども、まあ、投稿は5月21かな ?2021 年のね、5月20日時点では、こういう状況となっておりますので、ぜひね、頭の片隅にでも置いといてください。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。以上、ハイチェした